おはようございます。ミルクサッカーアカデミーの上間と申します。ノーミルク佐藤です。よろしくお願いします。今日もプロサッカーデータマンのノーミルク佐藤先生に伺っていきましょうということで、さあ今日は松本山雅でございます。よろしくお願いいたします。さあ新シリーズの新シーズン編でございますけどね。そうなんです。ご覧のように戦術戦力分析シリーズということでございますけれども、はい、さあ松本山雅どんな戦力なんでしょうか。ドン出ましたこちら、はい、台所事情表でございますけれども、はい、うん、じゃあまずは表の見方からいきましょう、はい、左側ピンクの部分、こちらがゴールキーパーとなっておりまして、はい、そのまま右に向かっていきましょう、うんうん、青がセンターバック、水色がサイドバック&ウィングバック、はい、オレンジが守備的ミッドフィルダーで、うん、黄色が攻撃的ミッドフィルダー、うん、黄緑がウインガーまたはサイドミッドフィルダーになりまして、はい、一番右、緑がセンターフォワードとなっております。はい、そのように横軸ポジション、縦軸は年齢とね世代分布になっております。全体的にね、あどの辺にいっぱい人がいるんだなとか分かるようになってるんですけれども、うん、この松本は結構世代が多岐にわたってますね。そうです ね結構そうベテランもいればっていう感じですけれども、はい、この黄色い線は何でしょう。こちらが2020シーズンの序盤の、はい、主力の選手たちかなというところで先生のお見立て、はい、うん、にしております、はい、で選手の左に十字マークのある選手が怪我のある選手となっておりまして、選手の名前の左に星マークがある選手は、はい、ルーキーとなっております。まではまず見ていきましょう、はい、お願いします。まずゴールキーパーですが、うん、ここだけはみんなちょっと年長者ですね、はいはい、ニーヤンたちで構成されてるのかなという感じです、うん、まあその中でも、まあ、松本の中だけで見ても、うん、期間の長いというか、うん、村山選手が、まあ、主力に、はい、主戦になってくるのかなというところでございます、はい、続いて、そのお隣見ていただいて、今度はセンターバック見ていきましょう、はい、うん、センターバック今まで松本山雅といえば飯田正樹という、そうですよね、うん、長いこと務めてそうなんですよ、ね、 ね、ただまあ移籍することになってしまいまして、はい、でさらに監督も変わったというところで、うん、長らくやってきた3バックを卒業し、4バックか、はい、ね、に変わりました。反町監督か布監督になりました。そうですね、うん、一応主力としては橋内乾かな、もしくは橋内浦田かななんてことを考えてもいたんですが、なんと開幕戦では、うん、森下選手がスタメンを勝ち取りまして、はい、橋内森下という最年長と最年少での、そうか、はい、真ん中2枚と、はい、いうことになりました。でちなみに言うとサイドバックは、田中葉山選手と高橋亮選手だったのは、このまま黄色の部分2人でしたね、はい、でおそらくはこのままベテラン組から1人、若手組から1人っていう構図の中でやっていくんじゃないのかなとは、特に序盤はっていう感じですかね。そうですね、うんうん、と思うので、そんな、若手組の成長にもご注目いただければいいかと思います、はい、続いてサイドバックです。先ほどお伝えした通り、葉山亮というこの2人が、うん、右左の、ファーストチョイスになっておりますが、はい、まあ、吉田高木もすぐ出番は来るとは思うので、うんうん、特にね吉田正也選手は去年群馬でも相当なアシスターとして鳴らしてますので、ご注目いただければいいんじゃないのかなと思っております、はい、監督と一緒にってことですもんね。そうなんです、うん、続いて、守備的ミッドフィルダー、最初もここ来たので、まあ、アウグスト選手がスタメン掴むかなと思ってはいたんですが、うん、まあ、岐阜からまあ戻ってきた塚川選手が、はい、すぐ主力をつかみまして、うん、開幕戦では塚川選手と藤田選手の2ボランチとなりました。塚川選手がここで山がでどんを見せるかですね。そうなんですよ、うん、まあ、アウグストでもとはちょっと思ってはいたんですが、うん、やはり藤田と塚川ってちょっと面白いのが、ちょっとね皆さん将棋を分かる人は思い出してほしいんですよ、うん、いわゆる藤田選手ってのは金みたいな選手で、自分の身の回り、いわゆるたくさん、いわゆる2マス先とかまではいけないんですけど、自分の身の回り、アジリティの選手なんですね。そうなんです、うん、の守備範囲が広い。香川真司とかって金ですか。香川真司はもうちょい縦突破系です、ね、あ、そうですか、はい、藤田由紀はこう下がりながら自分のその守備エリアが広い感じ。そういうことか。で、はいはい、塚川選手は、うん、あの斜めとかはあんまりないんですけど、うん、縦と横にちょっとエリアが広いような感じの選手と考えていただければ、ね、この2人がうまくセットで動くと、うんうん、相手のこう守備をうまくかいくぐれるというか、もしくは、はい、相手の攻撃をうまく寸断できるようなコンビネーションとなっているようです。で特に今までと違うのが、うん、松本の今の体制下だと、うん、少なくとも開幕戦とルヴァンの第一節を見る感じでは、はい、そんなにボランチに攻撃を求めてないのではというところが垣間見えました。
どうやら布監督攻守分離型じゃないですけど、そう、うん、オフェンスの4人に超期待してるみたいなんですよね、はあ、でその筆頭候補となる松本山が2020のエースは誰だ、うん、鈴木優斗、はあ、なんとジャエルでも、うん、坂野でも、ね、出雲でもなく、そうなんだ、鈴木優斗なんじゃないかというのがちょっと見えてきております。ちなみに開幕戦終えております、今日ね、はい、スタメンで言うと坂野、鈴木、そうなんです、坂野、鈴木、うん、そして左サイドハーフに、マセルジーニョが入って、マセルジーニョ、あと杉本太郎か、ね、だから 4-2-3-1 のような雰囲気も、はい、醸し出してはいたかなという、今季初ゴール鈴木ですもんね。そうなんです、でそうなんです。ちなみに松本としての初ゴールも鈴木だし、はい、うん、G2 でも鈴木、ルヴァンでね、鈴木選手が決めてますから、2000連発なんですよ、いい滑り出しを、そう、でもこの鈴木、そして坂野、はい、うん、しかもこの開幕戦も1ゴール1アシスト同士なんですよ、この2人、坂野も決めたしね、そうそう、あ、でアシストし合ったってこと、そうなんです、うんうんうん、山形でやってるんですよね、よく考えると、あ、確か連携バッチリ、そう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 、ほうほうほう、で鈴木優斗選手的には、うん、この松本に来る前、もともと山形から川崎行って、川崎からレンタルでガンバ行って、で今回ガン松本に来たって感じなんですけど、ほい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 、川崎時代はさすがに、もともと山形時代は超得点力のあるサイドアタッカーだったんですよ、うんうんうん、そこからなかなかやっぱり小林優とか、はい、家長には勝てないということでサイドバックやったりしてたんですよ、でそういう運動量ある選手を求めてガンバも鈴木選手を取ったんですよ、なるほど、ただ結局彼はウイングバックで使われたんですよ、ガンバでも、うん、だから自分 の、 その得点感覚を数年間活かせなかったんですよ、前じゃないもんね、ゴールから遠いところの仕事が多かった、そう、うん、暴れ回ってますね今ね、だからね、もう水を得たと言いますか、そう、俺はこれだったぜっていう、そっか、そこを見ていただければ嬉しいなと思うんですよね。あと今日途中出場でも高木選手とジャエル選手が出てきたことを考えたら、まあ鈴木坂野はまあ確定的で、ジャエル、高木、杉本、セルジーヌの4人からまあ2人がスタメンに入ってくるのかなというのがまあ見えてきた部分かもしれません。ただあと飛び出しっていうところで言ったら、もう一つ期待してほしいのと、もう一人期待してほしい選手がいます。それが高卒ルーキー村越海賀選手、この海に密で光で海賀っていう、凱旋門の海に光ると書いて海賀、海賀と呼びます。この選手と、あとは出し手側で山田真人という、この2人の高卒ルーキーにもご注目いただきたいんですね。ほうほうほう、山田真人選手に関してはそのパスの出し手役が超得意な選手だったりするので、うん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 、後方からいわゆる2列目を飛ばして、いわゆる相手のディフェンダーの裏にこうボールを出したりするのが得意な選手だったりするんですけど、村越選手はそんな裏にギュッとこう、あら、抜けるのが得意な選手、ほうほうほう、裏を描くのが得意な選手、なるほど、いいコンビネーションにそのうちなるんじゃないかと思うので、これ何一緒にやってたんですか、いや全然違います、じゃなくて、あ、でもタイプが合うんだね、合うんじゃないかなと思うので、合うというか、まあ、合うんじゃないかという、うん、なんで楽しみにしておいてください。なるほど、吉田正也選手がそれに合わせるの見たいしね、見たいですね、今まであれだけねアシスト決めてきました、やってきましたからね、うん、ということで続いて番手表見ていきましょう、はい、こちらでございます、ドン出ました、うん、左側が、2020序盤戦のスタメン候補となっておりまして、はい、うん、で右上のところが番手表、はい、真ん中にルーキープレイヤー、右下には主役の若手等々を書いております、うん、なるほど、で左側見ていただけましたら、はい、まあ、ある意味もともとこれ作ってたままにしてたんですけど、うん、まあ、開幕のスタメンで考えたらセンターバックのいわゆる乾選手と森下選手がちょっと違うかなってぐらいで、あとは大体一緒なのかなと、まあ、ジャイルもか、はい、ジャイルとセルジーニョも違うかなってぐらいではありますが、うん、大体この布陣4バック2ボランチで2人サイドハーフがいて、1人ちょっと下がり目の、トップ下のようなというか、はい、2トップの下がり目というか、そんな選手が1人いるのかなといった形でございます。なんでそういう言い方をするのかというと、1人ちょっとフォーメーションに関係ない選手がこの中にいるんですよ。関係ない、関係ない、だ正確に言えば4-2-3みたいな感じなんですよ。あ、杉本選手か、正解でございます。フリーマン気味の選手なんでしたっけ。そうなんです、はあ、そうか、でこれ、我々ね今シーズンからスタートした新しいプレビュー、うん、
の見方で、はい、スカウティングという動画を出させていただいているんですが、はい、そこでご紹介いただきましたね、はいはい、杉本太郎選手はもうずっとフリーマンで、はい、消えるような役回りっていうのがすごくうまかったんですが、はい、もう一個このキャンプの期間中に能力値、特殊能力を掴んだようで、はい、バニッシングペネトレイト、バニッシングペネトレイト、はい、はい、すごいね、ファイナル技みたいですね。そうなんですよ、ちょっと RPG の技っぽいんですけど、消えて消えて、消えたと思ったら、こう今までだったら消えてポッと現れるのが杉本太郎選手だったんですけど、はい、消えた後にサササササッとこうペネトレイト貫通してくるんですよ。貫通する、そう、はあはあはあ、あれいなくなった、あ今度はあっちに行ってたが今までだったら、うん、一瞬消えたと見せかけてその選手の相手のディフェンダーの裏を取っているっていうのが、はいはい、それがだからシングペネトレートの杉本太郎、うん、左サイドのいわゆる対峙するところにいた相手の右サイドバックだとか、うん、と今まではやり合っていたのが今度はそれをセンターバックともやり合うかもしれないし、はい、急に現れたりするのでやっぱり混乱することになると思うんですね、相手のディフェンダー、はい、じゃあそうやって杉本太郎に気をつけていると坂野鈴木優斗という連携があまりにも今面白くて、うん、二段ロケットみたいな感じになってるんですよ。二段ロケット、そう、うん、坂野がまず行きましたってなったらディフェンダーは坂野釣られるじゃないですか、うんうんうん、するとその元々坂野いたスペースには誰もカバーが来なければ、鈴木優斗がそのまま入っていくんですよ、うん、で坂野がそのままボール持ちながら突進していってヒールパス、うん、後ろからやってくる鈴木優斗を見ないでパスをして鈴木がドンと決める、はあ、ラグビーみたいな ねちょっとだからそんな連携力を楽しみに見ていただければなと思っております。はい、でちなみにそんなことがいろいろあったとしても、うん、ボランチ2枚の塚川と藤田がずっとカバーしてるので、はいはいはい、はい、何来ても大丈夫です、ね、話いただいたように個性の少し違う2人がね、そうなんです、うん、そのとこにご注目いただけたらいいかなと思います。わかりました。というわけで松本山雅 FC のねお話いただきましたけど、はい、全チーム J1 から J3 までやっていくんです、ね、お待ちいただきたいと思います。そして、下にタグが出てますけれども開幕台所事情番手費用、この2つがね今日買ったやつで、はい、この右側はこれからシーズンを通してやっていきますということなので、はい、ね、ぜひ皆様、チャンネル登録していただくとともにこの動画の高評価並びに拡散もお願いできますとですね、はい、この新シーズン松本山雅の魅力も多くのこと人とね楽しめるんじゃないかなというふうに思っておりますので、うん、よろしくお願いいたしま す。我々ライブ配信は、月曜日の9時から皆さんのコメントとワイワイしてますんでね、はい、そして毎朝、コーナーを織り交ぜたいろんな動画を出しておりますのでぜひ、聞いてあげてください。そして、劇場ライブもね、うん、いろんなところでやってますんで、はい、ぜひ、概要欄を見てくださいね。はい、ということで先生、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんも最後まで聞いていただきましてありがとうございました。また明日の朝お会いしましょう。いってらっしゃい。いってらっしゃい。いい日になりますようにね。